この時間皆様に海外そして国内のビッグスポーツイベントをお送りいたします。私はスポーツイン TV パーソナリティの土川ゆかです。どうぞよろしくお願いします。さて第1回の今日なんですが、ご覧のようにこちら空手をお送りします。今ですね、第32回の、全国空手道選手権大会というのが開かれてまして、それを皆さんにご覧になっていただくわけなんですけれども、その前に今日はご紹介したい方がいます。去年のチャンピオンの今村富美男さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。ということで、さすが黒帯に白帯は、やっぱり初心者。そうですね、始められた方は、はい、白帯からってことです。はい、なんかあの怖い方だって聞いてたんですけど、なんか優しそうでほっとしました。なんて見かけ直しですか私のあの大会なんですが、はい、これはどういった大会なんでしょうか。あの一応全国からですね、選抜された選手男女160名ぐらいですね、はい、あの競技内容はあの肩試合、組手試合のトーナメント方式、肩の場合は最終的にベスト8からあの点数でですね、はい、1、2、3人を決めていくっていう感じです。60人とかそんなすごい数が出るんですけど、この今村さんが優勝なさった実は決勝戦のビデオがあるんです、はい、ではそちらの方から皆さんどうぞ。まずは今村が技あり一つを取りました。そうですね、はい、冗談ですね、完全に冗談入りましたね。右の冗談が決まりました。今村見てますね、今村選手よく持ちこたえましたね。すごい、今村さんあの時傷があってね、痛々しいんですけどね、ちょっとしっかり受けなかったものですから。もう今日はあのチャンピオンに来ていただいたってことで、せっかくですからちょっと教えていただきたいんですけど、はい、はじめこういう、はいはい、構えで、はい、今の場合ですね、あの相手が来ない時に、はい、私の方があの相手の虚っていうか、あの動かないぞっていうのが分かった時点でもう体は動かして相手の上段に、はい、次のやつはあの相手の攻撃、はい、攻撃してください。攻撃何でもいいですか。はい、はい、じゃあに対してごめん、もう当たっちゃった。これ当たっちゃいけないんですよね。いいです、あの攻撃に対して一瞬早く判断して、私が先に行って相手の出会いですね、はい、を取ったっていう。ああなるほどね、はい、その試合の中では私は今こうモロに当てちゃったんですけど、途中で止めてくれる。もちろんそうですね、上段の場合はしっかり止めないと、あの、はい、怪我させてしまうので。そうですね、危ないですよね、はい。でちょっとあのさっきから気になってるんですが、この手なんですけど、はい、これどうしてこんなになんか骨がないような感じなんですか、ボコボコで。まあ、あの巻きわらって言って、あの昔からあの拳の鍛錬するのに使われてるものを、はい、あの、で根気よくですね、はい。でもこれボコボコでね、あのやっぱりこういろいろ彼女とかもあのこれだったら嫌だななんて言いません？大丈夫ですか？物珍しいぐらいな感じじゃないですかね。うーん、でも男っぽくて、そうですか。ふふ、笑っちゃったりして。今村さん、今年もやっぱりこの選手権は出られるわけですよね。そうです、はい、出ます。どうですか、自信のほど。まあ、一生懸命頑張るだけですね。はい、じゃあ頑張ってください、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、それでは皆さん、 CM の後は第32回全国空手道選手権大会の模様をどうぞお楽しみに。それではせーの、えご覧のスポンサーの提供でお送りします。
美しい人ですね。グランレージュ by ブティックジョイ、サンシャインシティアルパ1階。宝石をちょっと大きくしてごらん。カメリアダイヤモンド。銀座ジュア浴中で巻き日比谷シャンテ2階。レコードをどうした？売っちゃったよ。だってサウンドマーケットハンター。え、オーディオも買ってくれるの？サウンドマーケットハンター。天狼で、空中で、そして月面で、善と悪との死闘。スーパーマン4最強の敵、いよいよ10月12日夜8時2分木曜洋画劇場特別企画に登場。女の子だもん、いろいろあるよね。我慢なんかよそうよ。アセトアミノフェンとエテンザミドで笑ってさよなら。頭痛生理痛に脳神ホワイト。もらいたいな。僕ももらいたいな。下関はどこですか？もらいたいな。今爆風ワンツープレゼント、コスモ石油。もらいたいな。それでは空手道日本一をかけて争います第32回全国空手道選手権大会の模様を日本武道館からお伝えしてまいります。迫力のあるエキサイティングな戦いをたっぷりとお楽しみください。解説は大阪産業大学空手道部師範の香川雅義さん、そして日本空手協会広報部の内藤隆さんです。お二方よろしくお願いします。お願いします。まあ、選手はこの大会一本にかけている場合が大変多いんですが、まず香川さん、男子は今年混戦になりそうですね。そうですね、去年優勝者の今村選手筆頭に今年連勝を狙っております。それでベテランの香川、小倉亮選手、それで中堅の、小池内田選手、それに次ぐ、新人で荒本選手、中選手、そして面白いのが、今現在大正大学の岩本選手、彼は去年3位になっております。で今年の学生チャンピオンです。そういった中でもう一人、相原選手、彼はこの先の国体で無差別級優勝、肩優勝という総合優勝を成し遂げております。こういった中でベテラン新人ともに大変期待のかける試合が展開されると思いますので、ちょっとよろしくご覧ください。はい、一方の女子なんですが、内藤さん、ベテランと若手の対決が見ものですね。そうですね、女子も面白いですよ今年は。もう安定している渡辺、そして川野、それに対して中田、伊藤らの若手、またあの学生チャンピオンの狭間なんかがですね、大活躍すると思いますよ。で型の方ではやはり三村、はい、もうベテランのになってきましたね。もうこの 2,3 年負け知らずですね。それに対して中村ですね、この2人の大激突になると思います。あ、なるほどね。さあ、それではまず女子の方からご覧いただきます。いよいよ女子の方の決勝が始まります。決勝には8人の選手が残りました。まずはトップバッター三村由紀です。方の2連覇がかかっています。内藤さん、これ最初に強豪が出てきましたね。そうですね、偶然とはいえ、大変ですね。これは抽選で順番が決まっています。トップバッター三村由紀、運数です。青山学院大学空手部です。雲の手と書いて運数と読みます。どういう点を一番この方の場合は見てほしいですか？
そうですね、大変バラエティに富んだ方で、ダイナミックな方ですので、その辺の力の強弱とか体の伸縮、技の緩急などですね、そういうところが採点の重要なポイントになります。大きくジャンプしたり、またビシッとこう決まるところもありますからね。そうです、見応えがあります。力強いですね。良くなってますね、去年に比べて。キレがあります。この辺の緩急もうまく決まっています。そしてジャンプも決まりました。大きいジャンプですね。いいですね。まずは三村由紀の演技どうでした、内藤さん。なかなかまとまったいい方ですね。19歳です。最初の演技だったんでちょっと緊張したということなんですが、得点の方はどうでしょうか。ただいまの得点 42.3。 42.3、 これは高い得点が出ました。得点は主審を含めて7人の審判、最高点と最低点をカットした5人の審判の合計点がその選手の得点になります。 42.3。 これはまずまずといった本人も感じじゃないでしょうかね。そうですね。そして2番目は川野恵子です。24歳、組手では今年3連覇がかかっています。型は去年3位でした。どちらかというと組手の方が得意な選手ですね。そうですね、まあ肩でこういう組手でこういうのオールラウンドプレーヤーなんですけど、組手が光ってますね。五十四保証、肩の中では最も長く高度なものです。この五十四保証の場合はどういう点がポイントになりますか。大変長い肩の一つなんですけれども、その中で重厚な技があったり、テンポの良い歯切れの良い技があったりということで、大変難しい方ですね。型の場合は強弱、緩急、体の伸縮、その辺も競います。そしてもちろん気迫も表面に出ていなければなりません。はどうですか。いいですよ。やはり決めるとかピシッと決めてますね。そうですね、はい、力強さはどうですか。力強さいいですね。あといわゆる技のキレがありますね。はい、四方賞演技が終了しました。さあ得点の方はどうでしょうか。審判は10点満点で得点を出します。合計 41.5、 5人の審判の合計が 41.5。 川野恵子の演技が終了しました。さあそして登場しますのが中村陽子、去年は2位、雪辱を期しています。中村選手、今日のコンディションはいかがでしょう。まあまあです、はい。過去4年連続優勝ということがありますけども、いかがですか。5度目の優勝に向けての今日の抱負は。一生懸命頑張ります。中村陽子は昭和59年から62年まで肩で4連覇を成し遂げています。去年は三村に敗れて2位になりました。これは1年間相当悔しい思いしたでしょうからね。そうですね、雪辱を期しての一戦ですね。さあ三村が 42.3 という得点を出しています。そして中村も同じ運数という演技です。千葉県習志野市の出身、空手協会の指導員でもあります。
このベテランのこの辺の動きはいかがですか。そうですね、あのこの選手は大変小柄な選手なんですけどもね、あの非常にシャープな技でそれをカバーして非常に大きな型を演じますね。29歳になります。空手歴が15年。ここもうまく決めています。安定してますね。そうですね。ああ、中村陽子のウィンツー演技が終わりました。この表情どうでしょうかね。これはもうさあ三村よりも高い得点が出るかどうか見える人によってでしょうね。新人かそしてベテランか。去年は2位。涙を飲みました。ああ得点が 42.2、 三村が 42.3 ということでしたんでわずか 0.1 の差で三村が2連覇達成ということになりました。内藤さんこの 0.1 の差どうでしょうかね。難しいところですね。やはり三村のダイナミックな力強い方が勝ったというところなんでしょうけれどもね、中村選手には残念だったですね。今年は中村の場合はウェイトトレーニングそれから走り込みでだいぶ体作りをしてきたということなんですが、やはりこの三村の若さっていうんでしょうかね、伸び盛りにはちょっとやっぱり勢いにはかなわなかったっていう感じでしょうかね。やはりあの三村選手力がありましたね。しかしやはりこうベテランの味というんでしょうかね、中村選手は見せてくれましたね。そうです、その通りですね。結果は優勝が三村由紀、合計得点が 42.3 です。そして2位が中村陽子、得点が 42.2、 わずか 0.1 の差で2位になりました。そして3位が川野恵子です。得点が 41.5 とこういう結果になりました。どうですか、三村はやはりかなりこう進歩してますか。進歩してますね。もうこの2年間負け知らずですから、やはりもう勝ち癖がついたっていうんですかね、もう波に乗ってますね。女子型の部で見事優勝を果たされました三村選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。コンマ1ポイント差という接戦でしたけれども、はい、いかがですか。演武順1番でしたので、自分のやることをすべてやり尽くしてから他の方の演武を見てましたので、やっぱり最後はドキドキしましたけれども自分のやることをやったんで最後は普通に皆さんの演舞を見てました。一番最後が中村選手の演舞だったんですが、はい、いかがでした。一昨年までは、私が2位で、昨年やっと中村先輩を破って優勝したわけですけれども、やっぱりキャリアのある方ですから一番の強敵です。それに私の目標としている人でした。これで2年連続優勝ということで、はい、これから目標とされる人になったんじゃないかと思うんですが、いかがですか。はい、やっぱり普通のみんな空手をやっている人たちの目標になりたいと思いますし、そうなるために頑張りたいと思っています。おめでとうございました。ありがとうございました。セントラルフィットネスクラブ。セントラルフィットネスクラブはスポーツの真ん中です。動物はスポーツしない。考える汗、フィットネスクラブ、セントラルスポーツ。必要な時に借りる、目的に合わせて選ぶ、レンタカーを使うようになったらライフスタイルが豊かになった。目的によって気分に合わせて日本レンタカー。日本レンタカーでは交通維持救済キャラバンを実施しています。史上最強のドイツ機甲師団が動き出した。マルジ大作戦。連合軍はドイツ軍の強襲をかわすことができるのか。出演はロバート・ショー、
そしてヘンリー・フォンダ。監督はケン・アナキン。3時間一挙放送の木曜洋画劇場バルジー大作戦、10月5日夜8時3分スタート。おいしいパンを食べたいものです。おいしさを語るエンブレム、日料のウィンザー。もう我慢するのやめました。痛みにさよならしちゃいます。アセトアミノフェンとエテンザミドで笑ってさよなら。頭痛生理痛に脳神ホワイト。それでは男子の組手5回戦準々決勝の模様をご覧いただきましょう。男子の組手には98人の選手が参加しました。そして8人の選手が残っています。ご覧のような勝ち上がりになっています。それでは残った選手を紹介してまいります。まずは赤の帯、今村富代。この大会2連覇がかかっています。現在空手協会の指導員、鹿児島県の出身です。10月7日の誕生日で31歳になります。切れ味のいい技が特徴です。中段逆突きが得意です。そして赤の帯、山口隆、24歳です。福井県の出身、空手歴が14年になります。下がりながらの突きが得意です。そして鈴木達夫、白の帯です。愛知県の出身、25歳、174センチ81キロです。得意技は中段突き。愛知県の出身です。そして岩本浩、白い帯です。去年の組手で3位になっています。開会式の時には選手宣誓を行いました。蹴りの得意な選手です。東京都の出身。そして小池武、去年の組手では3位になっています。赤の帯、空手協会の指導員です。非常に落ち着いた試合運びをする選手です。186センチ93キロです。上段突きが得意です。泉谷誠三、白い帯です。27歳、北海道の出身です。29回大会ではベスト8に入っています。刻み突きが得意です。続いては野田健一です。白の帯です。25歳、東京都の出身、空手歴が9年になります。187センチ90キロ、上段突きが得意技です。そして登場しました白い帯が香川正夫です。去年組手で2位、片手3位になっています。60年28回大会以来、4年ぶり2度目の優勝を目指します。34歳になりました。空手協会の指導員もしています。大阪市の出身です。回し蹴り、中段突きも得意です。今年はどうでしょうか。それでは男子の組手準々決勝をご覧いただきます。まずは赤の帯、今村富代と白の帯、山口隆の対戦です。今村はこの大会2連覇がかかっています。さあ香川さん、この対戦どういうところが勝敗の分かれ目になりそうですか。気で落ちていって相手が出てくるところを、技を出すという今村の得意なパターンが、まあ、この試合では見れると思いますので、そこのところを注目したいですね。コンディションがいいと話しておりました今村です。どういう風に攻めますか。相手をよく見ている今村、これはどうか、上段突き、今村の上段突きが決まりました。今の場面です。ああ、山口も中段で蹴りを入れてるんです。これ今村受けてますね、完全に右手でブロックしてますね。まずは今村、上段突きで技あり一つを取りました。会長の滑り出し、これも上段突き決まった。今村、これも技ありです。これで今村
技ありが2つで1本、山口隆を下しました。非常に見事な上段突き、準決勝進出を決めています。昨年度は準決勝で惜しくも涙を飲んでるんですけれども、今日はいかがでしょうか、自信のほどは。いや、もうやってみないと分かんないですよね、試合だけは。もう一生懸命やるだけです。今日の調子はいかがなんでしょう。普通ですね。頑張ってください。ありがとうございます。それでは男子の組手、準々決勝の第2試合です。鈴木達夫、赤の帯、そして一方こちら白の帯は岩本浩です。岩本は去年組手で3位になっています。蹴りの得意な選手です。21歳。まずは相手の出方を伺います。この辺の駆け引きはいかがですか。そうですね、岩本はじっくり見て、さばいて突くという感じで、よく見てますね。はい、じっくり構えています岩本。元の蹴り、中段蹴り、これは受けています。まずは蹴りを出しました岩本。もう一度蹴りに行きました岩本。しかし鈴木もよく受けています。前を詰めます。タイミングを伺います。岩本、こちらが鈴木です。25歳。蹴り、蹴り、蹴り、まずはこれは鈴木の突きが決まりました。はあ、蹴りから突きに行きました。鈴木の上段突き、まずは技あり一つを取りました。鈴木が先行しましたね。今の突きはいかがですか。いいですよ。もう完全にやってましたね。さあ、これはどうか。岩本の突き、岩本の上段突きが、これは技ありです。しかしこれは今ちょっと主審が副審を呼びました。今の場面です。これはどうですか、ね、決まってますかね。決まってますね、おそらく取るでしょう。判定はどうでしょうか。あ、これは岩本の突きが決まったかに見えたんですが、主審は取りませんでした。副審は旗を上げたんですけども ね、ちょっと角度によって外れたかもしれないね。もう一度パラシリスして相手を追い詰めます。これは場外です鈴木。内藤さん、これ場外に出た場合はこれは警告になります。2度目から注意ということ で、 そうです。技ありと同じポイントになりますね。少しからルールが変わっています。あ、やはり場外の警告を受けました鈴木です。これはどうか、突き、上段突き、岩本の上段突きが決まりました。中段をブロックしての上段突きで、鈴木の中段ブロックしてますね。受けて、そして上段突き、この辺はうまいですね。岩本、これで技ありが一つずつになりました。これで面白くなりました。接戦になっています。準々決勝の第2試合、どうか。また決めます。上段突きが決まりましたね。岩本の上段突きが決まりました。あ、これは最後はもう突きの応酬になりましたが、岩本の上段突きが決まりました。これで岩本が準決勝進出です。まあ、逆転勝ちと言っていいですね。最初技あり1つを取られたんですが、その後2つ技ありを返して鈴木を下しました。斉藤先生、そして今度は準々決勝の第3試合になります。昨年度3位の小池選手です。いよいよベスト8ですね。もう、マイペースというか自分のペースで、やるだけですけども、もうここまで来ると優勝を狙える位置だと思うんですけど、いかがですか今日のコンディションは。そうですね、あんまりいつものように練習できなかったんで、まあ、一戦一戦を一生懸命やってます。ベスト8進出を果たしました泉谷選手です。ここまで来れる自信というのはありましたか。ありました。この後、準決勝決勝と続いてきますけれども、いかがでしょうか今日のコンディションは。調子はいいんでいけるところまでいきます。すごい汗ですね。汗かきです。頑張ってください。ちょっと余裕があるかなという泉谷製造選手でした。白の帯が泉谷、赤の帯が小池です。この対戦はどうでしょうかね。泉谷もちょっと大変ですね。相手が大きいだけに。小池は186センチあります。一方の泉谷は170センチ。突きに行きます。しかしこれは受けています。大きい方が小池です。こちら、そして泉谷、小池とも怪我を克服してよく勝ち上がってきましたね、はい、2人とも去年
大変な怪我をしたんですね。それを乗り越えてここまで来ましたね。これ突きに行った。小池の中段突き、冗談ですね。小池はこれは取りますかね、どうでしょうか。取りませんね。小池の突きを取りませんでした。しかし今はもう積極的に来ましたね。あ、いいですね。今のフォアなんでね、揺れてますね。小池が出てくるところを狙うという感じですね。はい、出会いを狙うというところでしょうか。そうですね、切れをしていってますね。はい、ちょっとちょっとずつね、相手を焦らして、このところはどうでしょうか。その後また小池が行きましたが、その前のところで主審が突きをさばいて、最後の突きですね、これですね。小池の中段突きが決まりました。今の突きはどうですか。いいですね。相手の突きを十分見て、3本ぐらいはかわして最後見切ったところで突いてますね。受けてそして決めると、はい、この鐘は残り30秒です。もうあとはもう焦らず、しっかり気を抜かずというところでね、はい、もう一度出てくるところを狙うんです。もう一度来ました。冗談です。小池の上段突き、上段突きも決まりました。これで中段突きで技あり一つ、それから上段突きで技あり一つ、合わせて一本ということになりました。小池準決勝進出を決めています。そして準々決勝最後の試合になりました。赤が野田健一、そして白の帯が香川正雄です。さあ香川が登場しました。去年組手で2位、決勝で今村にね敗れてしまったんですが、今年は調子の方はどうでしょうかね。リラックスしてるからいいんじゃないですか。違法金が非常にもう自然に出てますね。はい、まあ、解説をしていただいている香川さんの弟さんということで、その辺コンディションはよく分かっているんじゃないかと思います。ドワークを使います香川。もう完全に相手の接近戦に持ちていくような感じですね。これ詰めて、もう詰めて、動きもいいですね。4年ぶり2度目の優勝を目指しています香川。試合時間は2分。野田君もちょっと出れない感じですね。2分一本勝負です。気を引きしていくでしょう。審判ですね。これは出方をこう見て、野田君は完全に待ってますからね、出てくるの出会いを狙おうというのが、そうですね。はい、中段突き、中段突きですね。香川の中段突きが、あ、主審が取りました。香川の中段突き、技あり一つを取っています香川。今はこれ待って待って、そしてタイミングを測っていきました。あ、もう一度中段突き、香川の中段突きが決まりました。技あり2つ一本勝ち。香川が順調に準々決勝、野田を下して準決勝進出を決めました。まず香川、これはもう本当に落ち着いて突きを決めたって感じじゃないですか。野田君も待つのはいいんですけど、下がりながら待ってますね。もうちょっと木で落ちて待てば出会いをつけてますけどね。木でもなんかこう負けてる。香川積極的にいったっていう感じですね。準決勝進出はご覧の4人の選手になっています。違うんです、これは。てめえってやつだ。今日ここ
に止めてください。素直ですから、お答えください。なんて言われるとまだ恥ずかしい。でも自分で考えて自分で縫ったものが採用されるなんてもう最高。私はソーイングでスタイリスト続けたい。ソーイングで新しい時代を生きる女性たちへ、蛇の目ミシン。夕景を囲んで晩酌しよう、ぜいぜいぜい、何はなくても鍋しよう。日本盛り晩酌。胸のときめき一つ、ボーン、トライアゲイン、食欲全開、ハウスククレカレー。女子の組手準決勝の模様をご覧いただきます。準決勝には川野恵子、吉見久子、佐々木桜子、米田由紀子と4人の選手が残っています。この残った選手をご覧になって香川さん、いかがですか？そうですね、ベテランと新人の対戦ということで非常に興味がありますね。米田はなんと15歳ですからね。果たしてどういう戦いを見せますでしょうか。ご覧の4人が残っています。準決勝進出を決めた川野選手です。今日のコンディションはいかがでしょうか？そうですね、もうすごくいい調子でベストにここまで残ってきました。今年勝つと3連勝ということになりますが、自信はいかがですか？そうですね、自信というよりも一試合一試合大切に頑張っていきたいと思います。次には川野選手といよいよ当たるということですけども、いかがでしょう？去年も川野先輩に負けてるんで、迫力に押されないように気で勝負していきたいと思います。準決勝進出というのは初めてですよね？初めてです。頑張ってください。ありがとうございました。ということで、ちょっと緊張気味の吉見、初めての準決勝進出です。そして去年も川野と対戦して敗れているという吉見、今年はねやはり期するものがあるでしょうからね。赤の帯が川野、白の帯が吉見です。試合が始まっています。最初からこれは蹴りに行きました。川野突き、これは吉見の突きですね。まずは白の吉見が技あり一つを取りました。これは最初からもう思い切って吉見行きましたね。そうですね。さあ、これはリードされた今度は川野ということになるんですが。そうですね、川野焦ってますね。でもう一本で取ろうと思ってますね、技を。技が大きくなってます。そこを出てくるところをやられるんじゃないですか。吉見がまた突きに行きます。そして川野も突きで応酬、ポイントにはなりません。回し蹴り、そして突き、ちょっと浅いですね。不十分の感じですね。このきちっと型が決まってなければと。これはどうでしょうか、吉見の中段突きですが、主審は今ちょっと手を上げたんですが、副審を呼びます。右手でね、今流してましたね。受けてますね、はい、手を添えて受けているとポイントになりません。やはり取りません。吉見が技あり一つを取っています。川野リードされています。トラックを使って川野、焦ってはいけません。川野見て3連覇がかかっています。これバランスを崩した。そしてそこを突きに行きました。これはどうでしょうか。取りますか。主審は上段突きを取りました。吉見が川野の3連覇の夢を砕きました。これですが、この中段入ってるんですけどね、あと腰が砕けて男子が悪いですね。それで取れない、まあ、残念ですね。今の技は吉見が川野を下して決勝進出を決めました。佐々木選手、昨年度は2回戦反対敗退ということでした、ね、いかがですか今のご気分は。今年は強化にも選ばれましたので、やるだけやろうと去年の屈辱を果たして。この後佐々木選手と準決勝で当たりますけれども、いかがでしょうか。はい、逆突きが来るのでタイミングをずらしていきたいと思います。この後準決勝から決勝へという自信はどうでしょう。ないです。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、勝負一本。準決勝の第2試合です。赤の帯が佐々木桜子、
そして白の帯が米田由紀子。米田は逆突きが来るんで、その辺をいろいろ考えてということなんですが、ああこれは最初から行きました。もう上段突き、ね、相手中段来るのをもう見切ってね、はい、上段を先についてますね。まず米田が技あり一つを取りました。これは開始早々もう思い切ってきましたね。もう相手の中段を呼んでますからね、最初から、はい、来たら先に突くっていう感じでね、はい、そういう、米田は大阪府の大谷高校の1年生です。5歳から空手を始めています。初出場、初出場で初優勝を狙う米田。そして佐々木は19歳です。滋賀県の出身、相手の出方を伺います。蹴り蹴った突き、今のは赤ですね。赤の佐々木の蹴った後の突きですね。あこの今のところですね、はいはい、赤の佐々木突きで技あり一つを返しました。これで技ありが一つずつになりました。うーん、試合が面白くなっています。準決勝の第2試合、また入ります。突きの応酬、突きの応酬、どっちも決まらずですね。あこれは両方とも受けてますね、取りません。体がちょっと腰が高いので技が決まらないね。きちっと腰の入って今の中段突き、相手が出てくるところの決まりました。中段突きですね、米田の中段突き。これで技あり2つで米田が一本勝ち。あ15歳の米田が19歳の佐々木を下しました。今の場面です。先についてますね、腰もきちっと入ってますね。入ってます。はあ、そして決勝は米田と吉見の対決ということになりました。はい、しかしこれは米田は初出場で決勝まで残ってきましたよ。やっぱりその全然優勝とかいうのを考えなくて、もうとりあえず目いっぱいという感じでね、もう若さのあれですね、はい、無欲の勝利でここまでという感じでしょうかね。しかし波に乗っています米田、白い帯になります。そして赤の帯が吉見、こちらです。吉見久子23歳です。これはもう本当に23歳と15歳、まあ、新旧の対決と言ってもいいと思いますが、面白い対戦ですね。どの辺が見どころになりそうですか。そうですね、この気持ちの上でもこの、米田の方がね、もうここまで来たんだからということで、もう自分の技をノリノリ出してますね。若いだけにこう勢いがありますね。初出場でここまで勝ち上がってきました米田。どうか、これ突き、米田でしょう。米田の中段突き、赤が下がってますからね、同じ技を出しても主審は取りますでしょうか。主審の判定は、あ赤が、あの白が早い、あ白の早いね。米田の中段突きを取りました。タイミングが米田の方がちょっと早かったってことです ね、 そうですね。赤もついてるんですけどね、はい、で腰が下がってるでしょ。米田は前に腰が行ってましたね。その分がやっぱり突きが効くという個人でね、審判が取ったと思います。この辺タイミングが早く、そして早いだけではなくてきちっと肩、腰が入っているとか、そうですね、バランスがしっかりしているとか、はい、その辺がなければ取りません。あこれも決まりました。今のの米田の上段突き、これで米田が技あり2つで吉見を下して初優勝です。米田初出場で初優勝。いやーこれは大変なことになりましたね。15歳のチャンピオンが誕生しました。今の場面です。これも上段突き、はい、はあ本当にこの勢いは吉見でもちょっと止められなかったっていう感じですね。そうですね、米田が見事に初優勝です。見事優勝を果たしました米田選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。初出場で初優勝ということなんですが、いかがですか。嬉しいです。先ほど伺った時はね、自信はありませんみたいなことをおっしゃってましたけれども、いかがですか。空手は始めてからどのぐらいになるんですか。10年です。10年、おめでとうございました。ありがとうございます。必要な時に借りる、目的に合わせて選ぶ、レンタカーを使うようになったらライフスタイルが豊かになった。目的によって気分に合わせて日本レンタカー。日本レンタカーでは交通維持救済キャラバンを実施しています。超能力化マジック10月3日火曜夜7時、異次元への扉が開きます。
連動、テレパシー、予知、そしてテレポーション。超魔術、各分野の第一人者三超人が一堂に集います。三超人が踏み込む未知なる世界。登場しますのが香川雅夫です。去年は型で3位に入っています。まあ、香川は組手でも残ってますんでね、これ両方のペースの配分というのは非常に難しいんじゃないですか。難しいですね。それでなかなか組手も型もっていう選手はなかなか出てこないんですね。まず気分の転換ということがもう一番の問題ですね。関空賞です。この関空賞の一番の見どころポイントどの辺になりますか。これはもう大変素早い動きが要求される型なんですけれどもね、ご覧のように左に行くかと思えば右に行く、前に行くかと思えばくるりと反転するというような変化技ですね。変化技に大変飛んでます。まあ、運数と同じようなダイナミックな型の一つです。香川、力が入ります。あっとちょっとぐらついたような気がしましたけどね。これは多分減点の対象になると思います。そうです。採点基準というのはどの辺になりますか。型は全て同じなんですけれども、技術の正確さとか気迫の充実を基本とした技の緩急、力の強弱、体の伸縮というところがポイントですね。はい、この辺はどうでしょうか。香川、この辺は決めています。動きにもキレがなければいけません。香川雅夫、関空賞。得点はどうでしょうか。ちょっとぐらつきましたんでね、本人も満足いく出来ではなかったような気がするんですが。そうでしょうね。何点出るかが。審判は7人です。最低点と最高点をカットして、その合計が得点になります。10点満点での採点です。合計点は 41.8 です。香川まず 41.8、 この得点はどういうふうにご覧になりますか。どうですかね。やはり肩はもう群雄割拠ですからね。みんな強いですから、ほんのちょっとしたミスがやはりこう大きな差になってきますね。その通りです。続いては橋口雄二です。61年29回大会では組手で3位、そして去年は肩で優勝しています。型の2連覇がかかっています。橋口、五十四保証です。この橋口も型でよし組手でよしのいい選手ですね。28歳、福岡県の出身です。この辺は気迫を出しています。表情もいいですね。そうですね。これは作ってできるもんじゃないですからね。やはりこう内面からこうにじみ出てくる表情じゃなきゃいけないわけですね。そうなんですよね。これがやはり空手でいう気、気の充実ということになりますね。その通りです。やはりこうキレがいいですね。非常にいいキレしてますね。順調ですね。そうですね。なかなかミスのない、うまくまとめてますね。これはやはり練習量を積まないとできないことですね。橋口雄二の五十四保証でした。さあ、この大会2連覇がかかっています。得点の方はどうでしょうか。大きなミスはありませんでした。合計点が 42.0、 香川に比べて 0.2 上回っています。これは最初
立ったところと同じところにまた最後戻ってこなきゃいけないわけですね。そうです。だから立ち方自体も非常に正確さがいるわけですね。歩幅がきちっと同じでなければやはり同じところに戻ってこられませんので。そうです。1センチ違っただけでも、はい、何十分動くうちに何十センチ違ってきますからね。そして相原智之です。30回大会では型で2位に入っています。そして今年は国体で型と組手ともに優勝ですね。そうです。国体の歴史の中で組手と型総合優勝というのは初めてですね。運数です。27歳、大阪産業大学の職員です。この大会は10度目の出場になります。はあ、やはり好調ですね。そうです、動きがいいですね。いいですね。165センチなんですが、何かこう大きく見えますね。非常に大きく見えますね。審判を納得させる演技を心がけたいと話しておりました。なるほど。バネがありますね。あ、そうですね。あ、この辺のジャンプも大きいですね。あ、思わず拍手が出ましたね。素晴らしい演技をしました。運数、これはなかなか良かったんじゃないですか。素晴らしかったですね。合計得点が 42.3、 橋口の 42.0 を上回りました。相原が初優勝です。 42.3、 高い得点が出ました。初優勝、相原智之。これはどういう点が今日は一番良かったですか。やはり技の正確さに加えてダイナミックな技ですね。こう決まると本当にこうパーッと入るっていう気がしますね。そうです。スピードがちょっとあるんですね。ありますね。優勝が相原智之、10回目の出場で初優勝です。国体も制して、そしてこの大会も優勝です。2連覇なりませんでした。橋口、3位が香川です。香川は今年初めて関空賞をやったんですが3位ということになりました。いや、これはでも相原、これからが楽しみですね。ますます楽しみになってきましたね。これからまたどういう演技を見せてくれますでしょうか。相原選手が初優勝を成し遂げました。はい、男子型の部で見事優勝を果たされました相原選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。いかがでした。今日は自信はありましたでしょうか。2週間ほど前で国体がありましたん でそれも優勝させてもらいましたんで、一応、まあ、気持ちとしては、優勝を狙っていきました。これで橋口選手を抑えて優勝ということで、今後の課題とか目標がありましたら教えてください。あと組手の方にもやっぱり頑張って上位に入賞して、組手方ともできる選手になりたいと思っています。おめでとうございました。司のウィークリーマンション札幌、1人2人家族でも食器もついて1週間、2人でなんと3万より、ワン・ツー・スリー札幌ナコナコナコナ44001111、司のウィークリーマンション。司のウィークリーマンションはソファーになっちゃう驚きベッド、料理テキパキキッチン、生活用品何でも揃って、ここにもここにもみんな駅の近く、44001111、司のウィークリーマンション。夜明けのファッキーなボーカルでファンを魅了する上田雅樹、11月3日金曜日、4日土曜日と中野サンプラザでコンサートを行います。アダルトな雰囲気のコンサートをお楽しみください。お問い合わせは民音予約センターまで。ユータの魅力のエクスポゼ来日公演決定。10月7日8日、渋谷公会堂で行われます。躍動感あふれるラテンヒップホップサウンドをお楽しみください。お問い合わせはご覧のところまで。私ナポレオンです。小さいことからコツコツと皆様と手を携えましてですね、私本当に頑張りたい。マルちゃん、赤いキツネと緑のタヌキ、そしてカレーうどんも新発売。嬉しい風、
とりある暮らし、三沢屋証券が応援します。酒井武雄連覇なるか。コロナミン C ジャパンカップ89東京ポートホールで開催。コロナミン C カップと賞金総額1500万円をかけた決勝ステップラダー、実況生中継です。それではここで男子の組手準決勝の前に演舞をご覧いただきます。演舞は椅子取りです。この椅子取りというのは内藤さん、どういう演舞になりますか？そうですね、取りというのは空手の技を分かりやすく見せるためのデモンストレーションなんですけれども、特にこの椅子取りというのは椅子に座ったところを相手から攻撃された場合にどのように対処するかというところを見せるためのものです。当初は空手の普及のためにこういうことが考案されたわけです。もう実践に即した演舞ということですね。矢原美希夫六段です。そして外人の方もこれは出てますね。そうですね、イギリスから来たリチャードさんですね。いったエイクル。これはやはり迫力ありますね。特にこの矢原選手は大変鳥の上手な選手なんで、外国なんか行くと大変に受けますね。やはりこれは観客に非常にアピールしますね。そうですね。左側はイギリスのリチャードさんです。この大会は外国の方も随分応援に来てましたね。そうですね。そして団体戦ではベルギー、オーストラリア、イランなんかが参加してますしね。これも決まりました。しかしこれはきちんと練習をしてから臨まないと危険ですね。そうですね、まあ、普通の方々がこういう真似をするとちょっとやはり危険ですのでね。その通りです。やめていただきたいですね。実際に選手の時も試合で実際にこういう技を使って、大変観客を喜ばしたもんですね。飛んだり、地下にも、地べたりに潜ったりですね、いろんなことをやりました。かなり普段から練習をしているという感じがしますね。そうですね。さあ今度はどういう技でしょうか。両方からいきます。受ける方のタイミングも非常に難しいですね。そうですね、一つ間違えると当たっちゃいますからね。これは演舞の場合は少し当ててるわけですよね。はい、当てた瞬間にしっかり止めてるわけですね。まあ、実際試合では寸止めですので当ててはいけませんが、演舞ではやはりこうちょっとこう触れるか。そうですね、ギリギリのところで止めるっていう感じですね。きちんと音がしますよね。はい、いろいろな場面があるわけですね。そうです。
ムヤッホイッハッバイ。もう斬新ということが空手の演武にこう引き立てる一つの要素ですね。はい、まあ、その斬新と言いますのは、まあ、心を残すというふうに書くわけですけれども、そうですね、もう少し具体的に言いますと、技をかけ終わった後も気迫を充実させたまま相手がいつ来てもいいような体勢で、まあ、心を構えるというんですか、うん、まあ、いかなる時でも隙を見せないということになるんでしょうかね。まあ今度は飛び入りですね。見事な演武でした。矢原幸雄六段、そしてイギリスのリチャードさんの演武でした。熟練性が非常に高いという感じがしましたね。そうですね、特に空手の場合はもう年を経るごとにやはり武道家としての気迫というものが充実してきますね。そしていよいよ男子の組手準決勝をご覧いただきます。準決勝の対戦は第1試合が今村と岩本の対戦、第2試合が小池と香川の対戦と、ご覧のような対戦になっています。内藤さん、この4人、残った4人をご覧になっていかがですか。面白いですね。今村選手、岩本、はい、岩本学生チャンピオンですね。今村は去年のチャンピオン。まずは第1試合です。今村と岩本の対戦です。赤の帯が今村、白の帯が岩本です。今村は去年優勝しています。これ両選手とも香川さん、出会いを狙う選手と言っていいですかね。そうですね、あの今本はちょっと脱差があるので、はい、まあ、その点今村はちょっと有利じゃないかとは思うんですけどね。今村は本当にあの試合巧者という感じがしますね。もう無駄がね、なかなか。さあこれはどうか、飛び込んできました。上段突きですが、今の上段突きはどうでしょうか。主審が取りますか、どうでしょうか。今のこれは突きはどうですか。ちょっとこちらから見えなかったんですけど、なんかね、微妙なところですが、判定はどうでしょうか。取りません。やはり赤取りましたね。これは赤の今村の上段突きを取りました。非常にこう微妙でしたけどね。だから揉み合う前の突きでしょう、はい、おそらく、まあ、受けてそして上段突きを出したんでしょうね、ちょっとその辺が見づらかったんですが、まずは今村技あり一つを取りました。やはりこの辺はキャリアっていうか落ち着いてますね。そうですね、見逃さないっていう感じですね、はい。岩本は取られている限り先に攻撃仕掛けますね、はい、岩本ちょっと動きが激しくなりました、今村はじっくりそれを迎え撃つということでちょっと余裕はありますね。そうなってくると今村のペースということが言えますね、はい、出会いを狙うか今村、今村のペースですね、はい、相手に出てくるのを強化があったという感じでね。そうですね、万全の体勢で待ってますね、山本はもういつ行こうかという感じでね、これは飛び込むタイミングを伺います、残り30秒です。試合時間は、はい、決まりました。上段突き、今村の上段突きが決まりました。今のは見事決まりましたね、ちょっともつれたところをね、はい、素早く上段突きですね。技あり2つで1本、今村が岩本を下しまして決勝進出です。蹴りに行くと見せかけて、そして戻ってバランス崩れたところを、そこを上から上段突きです、ね、やはりこれはやっぱりうまいっていう感じがしますね今村ね。そして今度は準決勝の第2試合です。小池と香川の対戦です。ベスト4進出を決めました香川選手です、いかがですか今日のコンディションは。いいですね、
ろしいですか、香川選手といいますと毎年上位に食い込んでらして、今年こそはという周りの期待が大きいかと思うんですが、いかがでしょう。優勝してから60年に、ね、優勝してるんですけども、それからちょっと4年ぐらいブランクあって、まあ、去年で2位まで行ったんですけども、まあ、やっとなんか感覚をまた掴んでね、まあ、今年はまあ頑張って、もう一回優勝しようと、まあ、そういう意気込みで今までやってきました。頑張ってください、はい、応援してます。4年ぶり2度目の優勝を目指します香川、白の帯です。一方の赤の帯は小池です。まあ、香川は先ほど4年ぶりの優勝ということを言ってまして、それがなんかこう10年にも20年にも今感じているということなんですけどね。今年にかけています。34歳、中段突き、これは決まりません。前が遠いですね、はい、この前が遠いということはやはり香川のペースと、いやーということではない、ないですね、はい、やっぱり前が遠い、あの技をかけた時にね、ちょっとこれなんか腰を痛めたみたいな、ね、あ、ちょっとひねりましたでしょうかね、うん、横っ腹を押さえてますね。香川は大丈夫でしょうか、はい、前が遠いということは、結構相手が背が高いでしょう、だからその前を詰めていかなくては技は出ないわけですね。そのだからかなりその言えば、無理がいるわけですよ。だからその点ではちょっと技を中途半端にかけると届かないということでね、前が遠いということですよね。香川右脇腹をちょっと押さえておりますが、この辺どうでしょうかね、この後影響しなければいいんですが、ね、これはちょっとひねったんですよね、準決勝は2分間の一本勝負です、はい、あ、これはなんとか立ち上がりましたので大丈夫のようです、ね、いけそうですよね。あ、とにかくですね、今年は香川は非常にリラックスしてやっていると、はい、そういう気持ちを話していたんですけれどもね、まあ、去年はちょっとやはりこう重圧に押しつぶされそうなところがありましたので、そういう意味では内藤さん、今年は相当心理的にもいい状態なんじゃないですか。小池選手とは20センチ近い身長差があるんですよね。香川が167センチ、小池が186センチです。そんなに言えないですよね、はい、香川は結婚式を挙げた東郷神社にお参りをして、そしてこの試合に臨みました。今年にかけていますから、去年はちょっと考えすぎたんで、今年はその辺をもう少しいろいろやってみたいということを言っておりました香川、ね、蹴りを出しました小池。さあ、この辺の距離、この間合いで少しでも入ったら攻撃ですね、はい、これちょうど中間です今のところはね、この辺の駆け引きです、はい、出るところを狙うか、そして行くか、その間合いタイミング、もう少し入らな届かんいう感じですね、ちょっと行くんですが、はい、この辺は微妙なところですね、小池は待ってますね、はい、香川去年は2位でした。香川の方は攻撃を仕掛けてるみたいですね。残り30秒の鐘が鳴りました。まだ両選手ともポイントがありません。このままですと延長に入ります。またちょっと行きましたが、この辺がもう一歩踏み込めないという感じですね、はい、小池はその出会いを狙おうというところです。香川この後どういう作戦に出ますか。残り時間もだいぶ少なくなっています。しょうがないでしょうね。試合時間が2分です。もう残り15秒ぐらいです。入ってきました、中段蹴り入りましたね。今のこの蹴りが決まりました。香川、香川の中段蹴り技ありです。いやー、これは最後の最後狙っているところで蹴りが出ました。あの蹴りがここで試合終了です。ここで試合終了。香川が中段蹴り、技ありを一つ取っています。今の蹴りは白い旗が4本、香川が小池を下しました。中段蹴り、技あり一つを取って小池を下しています。これで決勝の対戦は香川と今村、去年と同じ対戦、去年と同じ対決になりました。互いに、はい、この両選手の戦いなんですが、内藤さん、どの辺が一番こう見たいところですか。そうですね、全く同じですね、去年と、はい、今村にとっては2連覇がかかってるし、加賀にとっては雪辱戦ですね、はい、去年の試合では加賀が出れば
手合いは叩かれるし、はい、引けばやられるしと、まあ、今村の術中に完全に入ってしまった感じがするんですけど、今年は香川どうですかね。お互い手の内を知った同士の対戦ということで、決勝果たしてどうでしょうか。ステーキを焼いて30年、シェフ高橋武智。ステーキというのは肉の質で決まります。松坂牛の、それもメス牛の4年ものが最高なんです。私が腕によりをかけて焼いたステーキセットが4800円とお得です。ぜひ味わってください。駒劇場から歩いて2分、映画ショッピングのお帰りにどうぞ。ここは新宿ステーキホリタン。10月4日水曜日夜7時6分からのいい旅夢気分は、秋色の大自然と味覚、北海道1000キロの旅を2時間のスペシャルでお送りいたします。土王の旅は北の都札幌から温泉の宝庫登別まで、開拓の歴史に触れ秋の味覚に舌包み、花火の見える展望風呂も見逃せません。温泉はもちろん、グルメには答えられない海の幸を満載してお送りします。どうぞ、どうぞお楽しみに。宝石をちょっと大きくしてごらん。カメリアダイヤモンド。銀座ジュエリーマッキ。痛いのって辛いよね。我慢しない。アセトアミノフェンとエテンザミドで笑ってさよなら。頭痛生理痛に脳神ホワイト。メガネのことならアスクミ。遠くがよく見えるメガネあります。はい。おメガネドラッグ。君は美しい人ですね。グランレージュ by ブティックジョイ。サンシャインシティアルパ1階。さあ、そしていよいよ男子組手の決勝をご覧いただきます。決勝は宿命の対決、今村富夫と香川正夫の対決になりました。いやー、これは本当に楽しみな対決ですね。そうですね、本当に宿命の対決ですね。赤の帯が今村富夫、こちらです。174センチ75キロ。そして一方、去年決勝戦でこの今村に敗れて涙を飲みました香川雅夫、白の帯です。167センチ72キロ。本当に香川は1年間相当悔しい思いをしたでしょうからね。そうですね。その辺お兄さんからご覧になってどうでした。そうですね、もうかなり自分の調整を完璧にしたような感じですね。非常に調子が良さそうで、まあ、いい試合が見れるんじゃないですか。決勝戦は5分3本勝負です。先に2本取った方が勝ちです。決勝戦は2本取らなければいけません。5分3本勝負、試合が始まっています。さあ、これはどういう両選手作戦に出ますでしょうかね。どうそうですね、もう香川は今まで通りのペースでね、前に進めていって相手出てくるところを先に攻撃すると。今村はもうマッチですけど、ちょっと今村は下がってますからね。その点がね、ちょっとどういう気遅れするような感じがあるので、どうかです。ちょっと面白いですね。ちょっとやはりこの香川の気に今村が立ち上がりを押されているという感じでしょうか。はい、香川はいつも勝負が遅いんで前に出ていこうということを言ってました。さあ、足場に行って上段突き、上段突き決まりました。しばらく見てるところ上段つきましたね。これはうまい上段突きでしたね。まずは香川が技あり一つを取りました。決勝は2本取らなければ勝ちになりません。まずは香川が先行、リードされました今村。1本目技ありを取っています。リラックスしてますね。はい、動きもいいですね。
軽やかな動きをしています香川、はい、今村はちょっと先行されましたんでね、ちょっと体に力入ってみたいですね、はい、なんか動きがちょっとぎこちないという感じがしますね、まずは香川が上段突きで技あり一つを取っています、はい、今村の前に入ってるんですけどね、今村がこの辺の間合いはどうですか、今村がもう、はい、これはまた行った、はい、上段突き、ね、突きの応酬になりましたが香川の上段突きが決まりました、技あり、自身も技ありを取ります、これで香川が上段突き2つでまずは1本を取りました、あ、今の場面です、この攻撃はどうですか内藤さん、香川はよく見てますね、はい、抑えてついてますね、香川が上段突き2本でまずは1本を取りました、さああと1本取りますと香川の優勝ということになります、今村が焦ってますね、はい、はい、今村としてはもう挽回しなければいけないですんでね、大詰めを迎えています、4年ぶり2度目の優勝を目指します香川、これはどうか、また行きました、上段突き決まりました、1本、香川が1本を取りました、今村を破りました、これで香川2本を取りました、4年ぶり2度目の優勝です、香川、この最後の1本が綺麗に上段突きが決まりました、ちょっとこちらから見にくかったんですけど、はい、主審の方から左の上段突きが完全に入ってましたね、はい、正面に、いやーそれにしても会心の笑顔、はい、香川、この戦いは内藤さんどうですか、最後のこれ、はい、この後ですね、完全に香川のペースだったですね、はい、やはり今村としても最初先行されてちょっとやはり焦ったというところもあるんでしょうかね、そうですね、胴上げです、香川嬉しい、本当に嬉しい胴上げです、香川が2年ぶり4年ぶり2度目の優勝を飾りました、これは本当に嬉しいでしょうね、まあ、1年間本当にこう悔しい思いをしましたんで、ずいぶんやはりこう今村についてもね1年間いろいろ考えてきたと思うんですけど、そうですね、全く逆の試合になりましたね、香川とすればもう作戦通りといった展開になりました、香川の4年ぶり2度目の優勝です、優勝おめでとうございます、おーす、ありがとうございます、第28回大会以来4年ぶりということですが、いかがですか今の気持ちは、いやもう感無量ですね、4年というのに一言で言えば短い駅ですけども、僕にとってはもう一生10年20年のような気がしました、はい、決勝戦は昨年度と同じ顔合わせということになりましたが、いかがでしたか気持ちは、いやもうやはり、まあ、彼は後輩なんですけども一緒に常に練習している中なんですけども、まあ、1回負けてる相手ですから、まあ今回はもう自分が挑戦するつもりでね、彼に胸を借りるつもりで謙虚にやったのが良かったんじゃないかなという気がしました、見事に決まりました、おめでとうございました、頑張ります、まあ、香川はもう去年に比べるとだいぶこう心理的に違う面、楽にこうできた部分がやはり良かったっていう感じでしょうかね、プレッシャーがもうね完全に飛べてやっている感じですね、これはまず1本目ですね、技ありを取りました、そしてこれが2本目のさばいて、はい、上段外れてその後ですね、はい、後の左の今の上段ね、はあ、少し当たってますけど、はい、完全に決まってますね、まあ、これは本当によく相手を見て、そして本当にこうまい戦いぶりっていう感じがしました ね、まあ、そして今村の方ですが、今村も本当によくここまで検討したんですけれどもね、今村もね、また来年いい、この負けた悔しさを一つどこまで出してくれるかが楽しみですね、はい、まあ、今年の大会は非常に全体的に振り返りますと若手がよく頑張った大会と言っていいと思いますね、女子の方では三村19歳、そして女子の組手では米田なんと15歳、その健闘が相当あったと思いますが、その辺全体をご覧になっていかがですか、そうですね、
ぱりその新旧が完全に交代してきたという感じで、はい、香川が立ちはだかって、いるということで、もう来年がまた楽しみですね。まあ、その若手がどんどん伸びている中で、この34歳の香川、この辺がこう大きく、まあ、立ちはだかって若手をぐいぐい引っ張るという、そういう存在ですね。立派でしたね。特に香川は今試合1ポイントも取られてないですね。これは本当に大変なことですね。初めてでしょうね。まあ、4年間ずっと優勝がなくて、そしてまたこう返り咲くっていうのは、この34歳という年齢では非常に難しいことだと思うんですが、そうですね、その通りだと思います。その他団体戦の結果はご覧のような結果になっています。都道府県対抗の結果です。東京都、それから京都府が優勝しています。大学対抗です。これで全ての試合が終了しました。本当に内容のある中身の濃い試合が多かったように思います。まずこう全体的に振り返っていかがですか、香川さん。そうですね、見応えありましたね。期待通りの選手は期待通りの活躍をしてくれましたし、まあ、来年につなぐ一つの希望を与えてくれました。内藤さん、いかがですか。そうですね、もう思った通りの大乱戦になりましたね。大変見応えのあるいい試合でした。果たして来年はどういう選手がどういう戦いを見せてくれるんでしょうか。香川さん、内藤さん、ありがとうございました。それではこの辺で日本武道館からお別れいたします。本当に空手さえできればもう怖いものなしっていう感じに私は捉えたんですけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか。さて、今日からスタートしたこのスポーツイン TV なんですが、日本そして世界で注目のスポーツイベントを次々と取り上げていきます。来週はサッカーの本場ブラジルに10歳から単身でサッカー留学をしていたあの水島武蔵選手の日本でのデビュー戦をお送りします。水島選手は今回帰国して日立サッカー部とプロ選手として契約しました。そして10月9日の日本リーグの開幕ゲーム藤田工業戦で日本のサッカーファンにその勇姿を見せてくれると思います。来週のスポーツイン TV は西ヶ丘サッカー場のナイトゲーム日本サッカーリーグ日立藤田工業戦を当日中継録画でお送りします。水島武蔵選手に突撃のインタビューもしてみたいと思っていますので、どうぞお楽しみに。それでは今晩のスポーツイン TV この辺りで失礼します。さようなら。Open in Waikiki. Membership Resort, Waikiki Joy Hotel.